関係ないだろ。それはお前が決めるか。命の価値を履き違えるな。心は全て魂の代謝。麻薬ことを止める権利は誰にもない。純平の術式は毒だね。加減式神のサイズや強度の可変はこれから覚え、すぐに戦えるようになる。純平、掘り好きの毒が効かない。なんて邪魔をする。なんて、一つもわかんねえ。寿司本人を叩きな。お前はただ、それは本当にあの生活を捨ててあの人の前で言えんのかよ。そうでなきゃ、そうでなきゃ、そんなのあんまりじゃないか。なんで避けないんだよ。こと言った。絶対に純平を呪ったりしない。だからそんな、母ちゃんが高専に来いよ。バカみてえに強い先生。